量子インターネット、レッスン1。量子インターネットへようこそ。量子インターネットを勉強しましょう。まずは、このステップ1としては、それが、このモジュールのオーバービューをしたいと思いますが、量子インターネットとしては、それがだんだん出てくることになっているんですが、それの準備の後、知識を覚えよう。そしてこれが、もちろんそれが、量子コンピューターも、使ったことあるかもしれないし、まだ使ったことがなければ、まあ、インターネット経由 で使えるようになっているんですが、量子コンピューターの技術は、まあ、すごく進んでいるでしょう。これからその量子インターネットの挑戦になっているんですが、それの現在の様子としてはそれが伝えたいと思います。じゃあ、まずは、量子もつれはだんだんラボトリーから離れてきて、だんだん実世界に使うようになっているんですが、なんと最先端のものが、量子もつれを衛星を使って1000キロ以上の距離には、配ったことがあるというのは、それの、まあ、ほぼこのモジュールの後ろの方に伝えることになります。そして、モチパルタイトのステートなんですが、それが、2つのノード以上、3つ、4つのノードをつながっていることとしては、それが、だんだん実証実験もできているでしょう。そして、それが、テストベッドネットワークなんですが、そのテストベッドネットワークは、全世界のいろんなところには、今は、挑戦中なんですが、それも、説明したいと思います。じゃあ、これが素晴らしいことなんですが、一応、ハードウェアのことなんですが、これが、まあ、もちろん、すごく重要。ハードウェアがないと、何にも話にはならないんですよね。ですが、まあ、全体の物語としては、それが、まあ、半分ぐらいでしょう。もう半分が、ソフトウェアもかなり重要。で、まあ、この場合には、ソフトウェアは、ネットワークプロトコールなどとアーキテクチャなどを含む場合になっているんですね。そして、前提科目などについては、まあ、一応、伝えた方がいいと思いますが、まずは、一番のおすすめのことは、我々の作った Overview of Quantum Communications、量子通信の基礎。これも、自分の見ているシステムの中には、必ずあるモジュール なので、ぜひこれも、十数時間をかけて見てた方がいいと思います。そして、それの使う知識なんですが、テンソール積、密度行列。まあ、一般 の確率なんですが、それも使うことになっているんでしょう。そして、次には、もう一つのモジュールもできているんですが、それが From Classical to Quantum Light。それが、光点光から量子へのことなんですが、それが、単一光子の検出など、それから、本郷マンデル、干渉の手法などについては、それも議論が入っているので、それが、今回のモジュールを分かるようには、これが勉強した方がいいでしょう。それから3つ目のことなんですが、光点ネットワーキングの授業は履修した方がいいと思います。あるいは、まあ、スライドの本を読んでてもいいと思いますが、これが、まあ、基本のことの話は、今回は使うことになっているんですが、それが、まあ、プロトコールスタックなんですよね。それがプロトコール構造、何層の構造とかになっているでしょう。それから、ダイクストラズアルゴリズムには、それが、まあ、グラフ理論のアルゴリズムになっているんですが、それが、光点のネットワークにはよくよく使われているアルゴリズムでしょう。そして、スパニングツリーのことなんですが、それも、グラフ理論の概念なんですが、これも光点のネットワークをいっぱい使っているでしょう。まあ、少しずつにはこの、2つの概念を、この本モジュールには説明することになっているんですが、詳細については説明しないので、できるだけには、光点ネットワークの授業か本を、先に勉強した方がいいと思います。それから、モジュールとしては、これからには何の内容を教えるでしょう。まずは、
エラー訂正は重要になっているんですが、3世代のシステムを説明したいと思います。でそれが 1G、2G、3G のシステムなんですが、まあ、その 2G、3G のことにはそれが携帯電話の 2G、3G には全く関係ないなんですが、これが、量子リピーター、量子中継機ネットワークのことについてはそれが、その定義になります。それから、ピュリフィケーションの手法なんですが、それが、エラーを検索すること、検出することにはなっているんですが。それから、量子誤り訂正も使うようになります。で、そのピュリフィケーションのことには、それが、さっきの、説明した量子基礎の、量子通信の基礎のモジュールにも説明したんですが、今回には、結構深く、調べようと思っているんですね。それから、それが、エラー訂正なんですが、それから、ハードウェア の様子。まずは、それが、量子ビットのことは皆さんももうご存知だと思いますが、それが、動いてないものと動いているもの。で、それが、フライングキュービットとステーショナリーキュービット。で、まあ、これが大体、原子ができてるか、まあ、チップ内にもできてるか、まあ、ほとんど動かないものでしょ。そして、フライングにはそれが単一光子などについてのことなんですが、基本的に光の速度に動くものになっているんですね。それから、リンクのアーキテクチャなんですが、量子装置の、まあ、もの、それが、ビームスプリッター、ディテクター、単一光子のソースなどを使って、どうやって一つのチャンネルの上にはファイバー、あるいはフリースペースの上には、量子もつれを配ることにはできるでしょう。それがリンクアーキテクチャと呼びます。それから、ネットワークノードの種類なんですが、十数ぐらいがあるんでしょう。十数個ぐらいの、ノードの種類があるんですが。それから、ネットワークのことなんですが、ネットワーク、いくつかの種類があるんですね。それが、まあ、研究室内に使っているネットワークか、まあ、全世界のインターネットか、それが、その二つだけじゃなくて、いくつかの手法、ネットワークアーキテクチャがあるので、それも説明したいと思います。それから、量子通信のためには、コネクションも作らなければならないんですが、そのコネクションのプロトコルについては、説明します。それから、ルーティングとモルティプレクシング。モルティプレクシングは多重化なんですよね。これが、まあ、一般のネットワークを勉強してあれば、これが二つの重要なことになっているなんですが、今回のようには、特には、量子の場合と光点の場合にはどう違うか、それが、説明したいと思います。それから、最後のは、それが、クワントム・リクーシブ・ネットワーク・アーキテクチャなんですが、recursive は再帰的のことでしょう。再帰化。で、それが量子再帰化ネットワークのアーキテクチャになってるんですが、それが我々の研究グループとしては提案している、アーキテクチャになってます。それからアプリケーションのことも重要なんですが、よく言われることが量子ネットワークがセキュリティには、使えるんだろうね、ということを言われてるんですが、もう一つのことは、センシングのことには、それが、まあ、精度が高いセンサーネットワークを作るようにはしたいんですよね。それから、量子クラウドのことなんですが、それが量子コンピューターは、どこかのデータセンターにおいて、それが使えるようにはしたいでしょう。それから、ブラインドクワントムコンピューテーションなんですが、それが、全体の量子アルゴリズム、量子インプットデータ、量子アウトプットデータ、それが、計算の結果とかには完全に見えないようにはそういうシステムを作りたいでしょう。それから、最後のなんですが、テストベッドネットワークには、さっきの説明した通りなんですが、世界中にはいろんなところには、テストベッドネットワークを、作成中なんですが、それも説明したいと思います。まずは世界ではやってるなんですが、最後には、日本でやっている、量子インターネットテストベッド、そして、クワントムインターネットタスクフォース、それがやっている団体なんですが、それを説明したいと思います。そして、一つの、ことなんですが、
この授業、このモジュールとしては、いくつかの話題を説明することになっているでしょう。で、それが古典ネットワーキングから、量子プロトコルへまでなんですが、それが、まあ、あるものは、まあ、一般のもう教科書っぽいのものができているなんですが、あるものは最先端の研究になっているんですね。そしてその最先端 の部分なんですが、これから、変わってしまうでしょう。これが今は2023年には作っているビデオなんですが、その後だんだん改善して、だんだん良くなるでしょう。で、その最先端の分なんですが、あるところには、YouTube のビデオ、Description のところの説明の分、あるいはそのオンラインコースのシステムとしては、それが、そっちの方には、ジャーナルペーパーの、Reference とかも、入れますので、ぜひそれが、ご覧いただければと思います。そしてこれが、モジュールの全体の様子なんですが、これから、楽しい研究、すごく面白い分野のことには、なっているので、ぜひ一緒に勉強しましょう。